シャンブリラフロンティアに登場するいろんなクソゲーには面白い略し方が定番。例えば便秘とか。そして今回お話しする本作に登場する VR ゲームであり、数々のクソゲーが登場する中でも一番ヤバい部類のサバイバルガンマンについてネタバレありで深掘りしていきたいと思います。サバイバルガンマン、通称もとい、愛称サバガンとは、アップデートファイル 1.00 滅びかけた日、最高最低のあれクソですげーと数々の異名を持ち、後に VR ゲーム業界そのものを破滅に追いやりかけたぶっちぎりの問題作である。現在は発禁処分となり、現物はプレミア価値がついている。内容はエネミーのはびこる無人島に銃と己を頼りに生き延びるサバイバルガンシューティング。通常のサーバーの他にギリシャ文字でナンバリングされたサーバーが存在するが、ノーマルサーバーは三楽曰くグロいだけの門芸らしい上、ギリシャ文字サーバーがいろいろな意味で濃く、このサーバー以外の話題があまりネタにならないほど。このゲームに登場するエネミーは基本的にめちゃくちゃ小型で軍隊かめちゃくちゃ大型で単体の2択であり、プレイヤーは怪獣 VS 一般人を強いられる。作者曰く全モンスターが鬼畜攻撃パターンを持つ武器縛りモンハン。当然プレイヤーはこのゲームにおける生態ピラミッドの最下層に位置しており、その格差は回復アイテムになる虫の毒か群れに殺され、魚釣りをしたら逆に魚に一本釣りされて美味しくいただかれてしまうレベル。回復アイテムも油断したら毒で死ぬ、虫だの油断したら食中毒になるキノコの他に酒やタバコがあるのだが、これによりたとえ未成年であっても飲酒喫煙を疑似体験できてしまう上、キャラクリエイトも幅広く、上は老人下は児童のキャラクターも作成できる。サーバー間の移動方法は木を切り出して作成するイカダを使用する。オンラインのサーバーでは他のプレイヤーも参加するが、基本全てのプレイヤーが敵であり、信用できるのは常に己のみ。しかしサーバー間の抗争が勃発した場合、同サーバーのプレイヤー同士で一時的に協力戦線を組まれることがある。ここまでだと割とよくあるサバイバルアクションだが、このゲームの最大の問題点はプレイヤーに脳内スキャンを行い、意図的に同じ傾向のプレイヤーを選別するというブラック極まりないシステムが実装されており、このシステムによって素質ありとされたプレイヤーは一般から秘匿された裏サーバー、通称ギリシャ文字サーバーで送られることになる。ギリシャ文字サーバーでは何を土地狂ったのか、プレイヤーの痛覚を 100% 再現していることである。そのためプレイヤーは肉体を弾丸でぶち抜かれる、刃物で刺され切られる、猛獣に腕をもぎ取られるなど、あらゆる負傷の痛みをダイレクトに受けることになる。ただしさすがに即死や重傷などショック死しかねない痛みはブレーキがかかるが、そうでなければ全て 100% 再現されてしまう。さらには全年齢対象にもかかわらず激しい欠損も含む R1 は知的ボア表現もそのまま実装されている。しかも閉鎖がもう少し遅れていれば、英知なコマンドが実装されていたらしく、実現していればあるの理由でプレイヤーに狂気的な人気のあった三楽は DT 卒業の前にバージンをロストな可能性が非常に高い。真なる孤島ギリシャ文字サーバー、前述した通覚 100% 再現及びボア表現が実装されているサーバー群アルファからオメガまでの24のサーバーが存在し、オメガサーバーのみ未実装のままオンラインサーバーが閉鎖している。一般サーバーを表とするならこちらは裏である。脳内スキャンによって表サーバーから選別され隔離された選ばれし狂人の巣窟、選別された人数の割にサーバー数があるため趣味思考に合わないプレイヤーがそれぞれサーバー移動を繰り返しては内なる闇を広げ、いつしか同じ趣味思考を持った者同士が集うサーバーへ固まっていった結果、そのサーバーごとに独自の風習文化が根付いた一つの国家ないし集落が誕生していった。ギリシャ文字サーバーの住人は総じて本能の解放にためらいがなく、割り切りが良すぎた結果命があまりにも軽くなってしまっている。全身切り刻まれて血まみれになろうとニコニコ笑顔で殺しに来る、それがサバガンプレイヤーなのだ。オンライン稼働時代のサーバー間抗争ではちょっと偵察に行ってくる名乗りで拷問を受けに行く魔族たちの情報提供を元に、各サーバーの武闘派プレイヤーが敵をぶち殺しに行くのが一連の流れ。このように凄まじく行が深く、かつてギリシャ文字サーバーの住人たちはお互いが血みどろの殺し合いを繰り広げ激痛を味わっていながら、楽しい思い出話だと済ませしまうし、それどころかどれほどの苦痛を味わって死のうが、危機として再ログインしては繰り返し死に続けることも厭わない。そのため下手なデスゲームなんかよりもはるかに立ちが悪いサバガンをプレイしていた三楽も、サバガン経験者は犯罪者予備軍と言われてみれば否定できない連中と評している。しかし意外にも犯罪者はいないのだが、それは単に法秩序を遵守しているだけではわけではなく、ゲーム内で殺し殺されを繰り返し続けて常態化しているのに、今更リアルでやってもな
というある種のどす黒い悟りを開いているからに過ぎないためである。しかしとっさにサバガンで培った対人スキルを発揮してしまい、過剰防衛で警察のお世話になってしまう者はいる模様。そして元ギリシャ文字サーバーの住民には、やたらリアルなバトロワ物を描く漫画家、刃物を持った防寒鎮圧の手際が良すぎる警官、違法ドーピングしたボクサーを逆にボコボコにした自称格闘家などなど、サバガンというイカれた経験をもとに今の仕事へ生かしているという人もいる。サバガンテクニック、左手の指の間に銃弾を挟み、それを右手のナイフで雷管を叩くことで銃なしで弾丸を発射するテクニック。当然左手はブロッコリーみたいになる。孤島式精神安定呪文シニャス、元はシナヤスという言葉がなまっていってこうなった。要は死ぬ前に相手を殺せばよいよね精神の特攻。幼女式強制感激生成術、三楽が使っていた相手の隙を生み出す戦法。基本どんな相手でも幼女の顔面を殴れば少なからず動揺するよね的理論で、わざと自分の顔面を殴らせることで隙を生ませる戦法。ねじくれた変態サイコ以外なら高確率で隙を作ることができる。孤島式食事術、基本サバガンプレイヤーは戦闘領域で料理をすることを嫌がる傾向にある。だって料理した時の煙で場所バレするから。そのためせいで食って後ケアを忘れた結果食中毒になるのが一連の流れ。巨大エネミーたちが人間を何人踊り食いしようがケロッとしてるのに、プレイヤーはキノコ一つで視線を方向。ミウスカイさんなく、ミウサバの有名人にして本編の主人公。ミウスカイとはサイレント、キル、幼女の略で、その名の通りアバターは幼女の姿。敵に気づかれる前に近づいて眼球に鉛玉を切刺してやれば一コロという超理論を実行するために、限界まで気配を小さくできるよう小柄かつ非力な少女のキャラメイクがされている。この経験もあり三楽はネカマに理解がある。コミカライズで登場した際はロングツインテールを一本にまとめたヘアスタイルでギザパのワイルド系幼女となっていた。当時中学生ながらギリシャ文字サーバーでプレイしており、人生を変えたクソゲーと聞かれたら間違いなくこれを答えるほどに染まっていた。サバガン時代は体格差や武器の差でひるまず、とっさの動きから最速で殺しにかかってくるなどなりふり構わないプレイスタイルであり、この頃のバトルスタイルが今のプレイスタイルの根底にある。結果ミューサバはホラーゲーの渦に叩き込まれた。コミカライズでは製品回収をガン無視して当時のパッケージを手元に残してたこともあり、オフラインプレイの様子が描写されたが、一通り体験した感想は単にグロテスクなだけのモンゲー。苦痛の完全再現が規制されたことに関して未練たらたらの郷愁を覗かせていた。登場エネミー一覧、マトン、コトーに生息する魔物地味たブタ、下手なライフル弾すら通さない分厚い皮膚と、それに比例した巨大な体を持つ。3円、捕まって叫ばないプレイヤーはいないと言われるモンスター。何をされるかは不明だが、かくれんぼガチ勢なサーバーのプレイヤーでも捕まると叫ぶドンギュ。サバガン最強の体力お化けであり、サバガンにおけるキングオブクソモンス候補の一体。月1くらいの頻度でスポーンし、孤島内を更地にして餓死する。さらにこいつが生まれた時点で他のモンスターまで一斉に戦闘状態になる。ドンギューから逃げるために綿のサーバーに行く必要があるが、そこの風土やしきたりを無視して戦いが起きるという間接的なトラブルも起こった。三楽からは生まれて死ぬまで何もかもが大災害と評された。マネコグリマルキング QX に投稿された短編小説内で言及されたモンスター。猫だがトラやライオンより強く、銃弾を引く身体を持ち、動きは素早いのに足音はしないというクソモンス。オンライン中のレイド討伐報告はなかったらしく、三楽が丸呑みにされた際に毛玉に引っかかって窒息を起こして逃亡したのが話に出てくる限りの最高記録。資材使い放題のソロではそれなりに倒されていた模様。他にも名称は不明だが、基本サイズが大型ダンプほどあるフクロウやトラ、巨大アルマジロの存在が判明している。明らかにヤバいゲームでありながら、一定数の熱狂的プレイヤーが存在して愛されていたサバガンだが、終わりは突然やってきた。アルファサーバーのあるプレイヤーが飲食を完全に抜いたことで餓死しかけて入院沙汰になる事態が発生したのである。おまけにそこで受けた検査でもエンドルフィンやらアドレナリンやらが現代社会に生きる人類の基準値を大きくオーバー。医者の質問に対してギリシャ文字サーバーのことを包み隠さずベラベラ喋るといったやらかしの結果、当然ながら社会問題となって開発者は逮捕、投獄、ソフトは発禁となり、オンラインは完全に閉鎖となった。なお、アマチリツの父が警察に逮捕令状を見せられた瞬間、懐から出したスイッチを押したことでサーバーデータが物理的に焼け落ちたため、警察側にプレイヤーの情報は伝わっていない。さらにはこの事件、お旗希望に使うフルダイブ VR アンチの増加を許すなど、社会的な影響はサバガンだけに止まらず、危うく劇中の VR ゲーム業界そのものが滅びかける羽目になった。また後にシャンフロ、
を手掛けることになる。アマチリツは父親が開発に関わっていたことで周囲からキーの目で見られるなど、青春時代に多大なトラウマを植え付けられたサバガン経験者を今なお恨んでおり、三楽がサバガンを経験してると知るや史上 100% で彼を BAN 仕掛けた。ちなみにつくりつくよはハード側のデータからギリシャ文字勢を特定できる模様。ウェブ版では三楽は中学2年生の時に本作を発売日に購入したことになっているので、作中時間で3年ほど前に発売されたゲームということになる。アマチリツは当時学生だったような説明がされていたことがあり、10年ほど前に発売されたゲームのような設定も混在していたため矛盾が生じていた。あと2校舎の設定については、年齢設定について整合性を当時考えていなかったということでなかったことになり、漫画版ではウェブ版該当部分の描写が簡略化されたことに伴い、三楽が本作をいつ購入したかはぼかされている。後に作りつくよが6年前に現行のフルダイブ VR 機器を完成させ、それに伴ってフルダイブ技術が確立したとみなされるようになったことが明かされた。本作はその確立されたフルダイブ技術をサードパーティとして唯一極限まで活用できたために、当時としては異次元のリアリティを実現した。作りつくよは天地父については、自分が作ったフルダイブ VR で自分と同じことを自分より先に発表したという理由で一目置いている。以前から作りつくよがシャングリラ、フロンティア、絵通覚や味覚の再現、体を売った NPC といった要素を実装しようとし、アマチリツがそれを止めようとして限定的な実装に止まる、または削除されるというようなことが何度かあったことが説明されていたが、これは本作と同じ方向性をこれとする作りつくよと、それを非とするアマチリツの対立と言い換えられる。なんか聞けば聞くほどヤバいゲームである。これが創作でよかったな。どう思いますか？それでは。